グビーこのドームをサモアに持って帰りたいサモアが日本代表戦へ札幌ドームで前日練習。現役時代に久保田スピアーズ船橋東京ベイなどに在籍したセイララマプスアヘッドコーチ HC43 は、札幌ドームは素晴らしい施設。明日、プレイをするのが楽しみ。可能であれば、このドームをサモアに持って帰りたい。エアコンをつけてくださって、ありがとうございます。ブレイブブロッサムズ日本代表に対してベストゲームをしたいと意気込んだ。これは最高なことを言ってくれるじゃないか。これって天然芝でやるの？それとも緑の絨毯？写真は人工芝っぽいけど練習だからやろか。本番はどっちなんやろな。天然芝やな。テイクアウトしてもらおうや。夏の甲子園は札幌ドームでやればよくね。甲子園やと熱中症でそうやし。サンキューサッも、あのテカテカ銀色なら真夏の直射日光を反射してくれていいかもしれんな。手荷物扱いでいいか。人工芝でやったら全員行くやろ。なんか変だな。もちろん365日試合してくれるよね。どんなパワハラ常習？よかおめ。空輸かな？日本からサモアまでは直行便ないのか。ひとまず札幌ドームを気に入ってくれる方が現れて。本当に本当に良かったですね。ご視聴ありがとうございました。